どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今ね私はニューヨークにいるんですけども、2022年にですねマリオットボンボイのプラチナステータス、チタンステータス獲得された方はですね、年間チョイス特典っていうのが選択することができるんですよね。おそらくねメール来ていると思うんですけども、こちらね選択しないと自動的にですねマリオット側に選ばれてしまうっていう風になりますんで、でまたですねこの期限が1月の7日までということで、あとね数日しかございませんので、もしねまだ選んでませんよっていう方はですね、公式サイトね概要欄に載せておきますので、ぜひね選択していただきたいんですけども、この特典についてですね今回の動画では解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、対象者の方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今回のね対象者はマリオットボンボイのプラチナステータス、もしくはチタンステータス以上の方がね対象っていう風になりまして、またねこの年間チョイス特典っていうのはマリオットボンボイアメックスプレミアムカードっていうのが年間400万円決済するとプラチナステータスに、ね、なることができるようになりましたよね。まあこれで達成されたプラチナステータスの方であったりですね、またねプラチナチャレンジってありますよね。こちらで達成された方はこの年間チョイス特典っていうのはもらうことがねできないっていう風になっておりますので、純粋にですねまあプロモーションとかも含めていいんですけれども、年間ね50泊もしくは75泊ねされた方がね対象っていった形になります。でこのね年間チョイス特典の内容なんですけども、名前の通りですねいくつかの特典から選んでね利用することができるっていう風になっておりまして、50泊でプラチナステータスでもらえます。またね75泊でチタンステータスになりますよね。でこの時にもですねこの年間チョイス特典っていうのがもらうことができるっていった形になります。私はですね2022年ねこちらの動画でね、言ってると思うんですけども、マリオットホーム&ビラでね宿泊実績2倍キャンペーンを、10月にね予約して、利用させていただいたわけなんですけども、まあ、前回こちらの動画で言った通りですねずっと付与がされてなくてもうヒヤヒヤしてたんですけども、もう半分諦めてたって言ってもおかしくないぐらいなんですけども、結局ですね12月の30日ぐらいだったかな、31日だったかな、まあ本当にねギリギリに付与されまして、私もねマリオットボンボイねプラチナ防衛ねすることが無事できましたっていった形になるんですよね。ですので私もですねずっと実績が付与されてなかったんで選択してなかったわけなんですけれども、実績が反映されて、選択することができるっていう風になりました。ちょっとね選択方法はね後でまた実際にね、お見せさせていただきたいななんていう風に思うんですけれども、まずねこのプラチナステータスになった時の年間チョイス特典はまず、スイートナイトアワード5回分ですね。で5泊の宿泊実績もしくは、シルバーステータスの権利付与もしくは、ホテルベッドが、40% 割引で利用、購入することができる権利、あと100ドルの、慈善事業に寄付っていった形になります。この中からですねこのプラチナステータスねなった時は選んでいただくっていった形になります。で1個ずつね説明させていただくと、シルバーステータスの権利付与っていうのは、まあ、友人とかね知人とかにシルバーステータスをね上げることができます。また、まあ、ホテルブランドのベッド 40% 割引っていうのはマリオットボムにねベッドありますよね。ここにもね、ここはマリオットマーキスなんでマリオットのベッドがあるわけなんですけども、まあ、こういったのがね40% 割引で購入することができたり、またね慈善事業に100ドルね寄付することができます。で一番選ばれるのがね多いのがスイートナイトアワード5日分と5泊の宿泊実績。まあ5泊の宿泊実績っていうのは分かりやすいですよね。本当に宿泊実績は5泊ね追加でもらえるっていった形になります。でこの話はですね2022年の年間チョイス特典っていう風になっておりますんで、2022年、まあこれを選択すると2022年分の宿泊実績に、まあ、プラス5泊してくれるっていう感じになります。でこのスイートナイトアワードなんですけども、こちらはね利用したことない方はねちょっとまだわからないと思うんですけども、マリオットにはですねこのプラチナチタンね達成するとスイートナイトアワードっていうのが選択することができるようになっておりまして、このマリオットボンボイホテルのスイートナイトアワードね対象ホテルだと予約をしますよね。こちらは有料でもポイント泊どちらでもいいんですけども、予約した後にですねスイートナイトアワードっていうのを申請するんですよね。
そうすると宿泊の5日前からですね、その日のスイートルームの空室かどうかがマリオット側で、検索してもらって、もし空いてればですね、スイートルームが事前確約で利用することができるっていうのがこのスイートナイトアワードっていう特典なんですよね。これが5泊分ね、年間チョイス特典で選択することができます。ですのでこのマリオットマーキスね、ニューヨークのマリオットマーキスもそうなんですけども、セントラルパークの目の前にあるね JW マリオットとかもそうなんですけども、このスイートナイトアワードがね対象のホテルであれば、このねスイートナイトアワードっていうのが申請することができるんですよね。で注意していただきたいのは、このまずスイートルームが空室じゃないと利用することができないっていう風になりますんで、もしね空いてなかったら普通に断られます。でまたですね、このスイートナイトアワードっていうのはホテル側がね操作してるんではなくて、マリオットの本部でねやってるそうなんで、ホテル側はねこちらの回答がわからないっていう風になりますんで、もしねどうなってるか気になる部分はね非常にあると思うんですけども、ホテル側もねこちらわからないみたいですね。でこのスイートナイトアワードっていうのは日本国内でもですね、利用できるホテルと利用できないホテル、これがね分かれております。でこれどうやって調べるかっていうと、まあ、一番簡単なのはマリオットボンボイデスクにね聞いていただくのがね一番楽かななんていうふうに思います。でまたねスイートナイトアワードなんですけども、スイートルームだけじゃないんですよね。プレミアムルーム以上のね客室が対象っていうふうになってますんで、スイートルームがないホテルとかあるんですよね。だから横浜のベイシェラトンとかね、あそこスイートナイトアワード使うことはできるんですけども、対象の客室にスイートルームが入ってないんですよねっていう感じのねホテルもございますので、この点はね注意していただきたいなと思います。まあご自身でねスイートナイトアワード対象の客室もね自分でアプリ等々でね選ぶっていう風になりますんで、まあ大丈夫かなとは思うんですけれども、一応こういった形でスイートルームだけではないっていう風になりますんでね、この点はね覚えておいてください。やはりねこの年間チョイス特典っていうのは、まあ、チタンステータスとかねもっと上のステータスを選ぶ方であれば宿泊実績はねいいのかなと思うんですけども、もうプラチナでねこれ以上ね宿泊実績いらないっていう方はですね、このスイートナイトアワードがねいいのではないのかなと思います。このニューヨークのねホテルとかも利用することができるっていう風になりますんで、2022年ね、海外いろいろ回らせていただきましたけども、一部のホテルではですねスイートナイトアワードね利用することができましたので、やはりね海外でこのスイートナイトアワードが利用できるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。これが申請通ったらですね、本当にニューヨークとか物価の高いホテルであれば本当に何百ドルとかね、お得にねスイートルームに宿泊することができるっていう風になりますんで、入れるかどうかはねその時によってちょっとわからないので、まあ、それは運次第になるんですけども、もし使えたらですねめちゃくちゃお得にね利用することができるっていう風になるんですよね。で私もね国内で利用したことあるのは、W 大阪ホテル、あそこではマーベラススイート、はい、宿泊させていただきましたので、もし気になる方はね概要欄に動画貼っておきますんで、ぜひそちらもね見ていただければななんていうふうに思うんですけども、こういった感じになりますので、まあ、基本的にはねスイートナイトアワードはですねこれ以上ねチタンステータス以上ね狙わない方はこちらがねおすすめっていった形になります。それでは次に75泊でチタンステータスをね獲得した時もこの年間チョイス特典っていうのはもらうことができるんですけども、先ほどのねプラチナステータスのね特典に加えて、他にもねこちらは選択肢が増えまして、スイートナイトアワード5日分、また宿泊実績5日分、これは一緒ですね。で一括4万ポイントの無料宿泊特典、またねゴールドステータスの付与権利、またホテルブランドベッド 40% オフ、また100ドルの、事前事業に寄付ということで、まあ一緒のねところもあるんですけども、まあアンバサダー狙う方はですね宿泊実績5泊がねまあいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあチタンステータスでね止められる方はですね、先ほどのスイートナイトアワードもねいいと思うんですけども、一括4万ポイントのね宿泊券、無料宿泊特典がねもらえるっていう風になりますんで、まあこれでもいいのかななんていう風に思いますかね。マリオットアメックスプレミアムカードになりまして、今は年間150万円決済しないと無料宿泊特典っていうのはもらえなくなってしまったんですけども、更新特典とね同じような感じで一括4万ポイントにはなりますけども、一括4万ポイントのホテルであれば無料宿泊ね
一泊利用することができるっていう風になりますんで、まあこのコロナがね始まってしまって、このスイートナイトアワードっていうのはですね、使い切れないっていう方はね結構いらっしゃったので、まあこのチタンステータスの時はね4万ポイントの宿泊特典でもねいいのかななんていう風にちょっと思いますかね。私もねあのスイートナイトアワードねずっと延長して、させていただいたんですけども、結局ね2022年の12月31日で、有効期限がね、迎えてしまって、4スイートナイトアワードぐらいはですねあの有効期限切れでね使えなかったっていう風になりますんで、数が増えていくとね使い切れない可能性も出てくるかななんていう風に思いますので、まあ、そうなってくるとね無料宿泊特典4万ポイントでもねいいのかななんていう風に思いますので、まあ、ここはねあの慎重にね選んでいただければなと思います。それではですね、私ねまだ選んでなかったので実際にね選んでいきたいなと思います。この年間チョイス特典っていうのは公式サイトがねありますので、概要欄にね載せておきますので、そこからアクセスすると、ステータスね達成された方はですね選ぶことができるっていう風になりますので、ぜひね、選択ね1月7日までっていう風になりますので、早めにね利用していただければなと思います。これね選択しないと、スイートナイトアワードがね自動的に選択されますので、この点はねご注意ください。ではね、やっていきましょう。こちらねログインするとコングラチュレーション You have unlocked annual choice benefit ということで、こちら年間チョイス特典がね、見れておりますね。で下の方に行くとですねスイートナイトアワード、あと、こちらベッドですね、ベッド、あとこれがシルバーステータス、まあちょっと英語で書いてあるんでね分かりづらいと思うんですけども、まあ、こういった感じでね、書いてありますね。一番下のがあれですね、5泊の宿泊実績ですね、はい、これがカウント入るのが2022年ですよって書いてあると思うんですけども、はい、こんな感じになります。まあこれもね Google 翻訳とかでね訳していただければ、まあある程度ねあの読めるかななんていうふうに思いますんで、そこら辺ね見てやっていただければなと思います。で私はねあのスイートナイトアワードにねしようかなと思ってますんで、一番上ねチェック入れました。で下の方に行っていただくと NEXT STOP というステップっていうのがあると思いますので、こちらをね押します。そうすると、確認がね入りますね。そうこれはね一回かあの選択するとですね変更することがねできないっていう風になりますので、この点はね注意していただければなと思います。ではねここのチェック項目にねチェックを入れて次のページにね行きます。そうすると、コングラッシュレーションズ Your Annual Choice Benefit Selection isコンフォームドということで、これでね年間チョイス特典が選択することができたっていった形になります。でこれで、スイートナイトアワードね5泊分ねもらえるっていう風になりますんで、まあ、これいつ付与されるんですかね。これね選択してから付与されるまでどれぐらいかかるかちょっと分かんないんですけども、これねすぐ反映されあ反映されてますね、はい、もう入ってますね、はい、スイートナイトアワードも入っておりますんで、あじゃあこれはもう本当にすぐ反映されるんですかね、まあ、ちょっと誤差あるかもしれないんですけど もう私はねすぐ付与されましたんでいいですね、はい、ということでこちらね私2023年もね、どうにかねマリオットボンボイプラチナステータスね防衛できましたんで、まあ、本当にホーム&ビラのね20泊はね入ったんで、今回ねできたっていう風になりますんで、あれもね本当に今回利用して結構そのなかなか付与されなくてねあれだったんですけども、20泊を結局6万円ちょっとぐらいで、まあ、宿泊実績取れたんですよね。ですんで1泊3000円とかで取れたんで、まあ、そう考えるとねあのコスパ的にはねめちゃくちゃ良かったわけではあるんですけども、まあ、これで付与されなかった時ですよね、ちょっとめんどくさいのは、まあ、私はねあの大丈夫だったんですけども、まあ、視聴者の方はですねコメントいただいた方で、あの付与されなくて本部の方に連絡して付与してもらいましたっていう方もいらっしゃいましたので、ちょっとね日本にデスクがないのであのホーム&ビルはねちょっとなかなかねあの難しい部分ではあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ひとまずね昨年私が利用した分はね、ちゃんとね付与していただけましたんで、無事ねプラチナ達成して年間チョイス特典もね選択することができましたんで、まあ、良かったなっていうところですかね。ということで今回ですねマリオットボンボイ年間チョイス特典解説ということで動画ねやらせていただきました。私はねやっとプラチナね防衛できたということで、実際ねあの選択画面までねお見せさせていただいたわけなんですけども、まあおそらくね皆さんメールが来てると思いますので、選択されてない方はねほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、まあもしねスイートナイトアワード以外をね利用されたい方はですねちょっとね
ほっとくとね、勝手にスイートナイトアワードになってしまいますので、まだね、選択してないよっていう方はですね、できるだけ早めにね、選択していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いや、いつもとね、違う環境で撮影するとめちゃくちゃ緊張しますね。